階級だ。容器展開。トイレはこちら。給油してきます。はい。ごめんね、エンジン切るよ。うん。さすがにね。炎上したくないからさ。物理的に。お待たせいたしました。マスク？どうしようかな、ドリンクどうしようかな。お金にもなるけど、まあ、マスク、お練習使うかな。旅日誌は、今日何、5日？今日5日。5日前、今日までです。ギリギリして。うん、このソーセージ、ごまに大好きだから。やっと使えた。他のクーポン持ってない？他はないね。オッケー。じゃあ朝ごはんこれしか食べないからもう。この、あの、ハンバーグじゃないけど。俺分かってる。俺は邪道なのは分かってる。あの、俺、マックグリトンになった。あの、甘い。あれが一番好きや。朝はあれがいいかな。あの、甘ったりあれが。朝はあれがいいかな。マフィンよりあの、グリトンが好きなんよ。そうなんだ。朝グリドル派だよ、これ。分かってる。あれがメジャーじゃないのは分かってるんだ。いや、あれは、うん、好きな人は好きなんだよね。うん。まあ、マスクも食うってことは食うけどね。問題飲み物を後ろに置けば、これやっていた。カップホルダーが今待ってたよね。考えてみると、あの川のあたりってマックないね。ない。ないんだね、あのあたり。はい、ない。俺ほんまにやばいな。ちなみにそれは、うん、ああ、それが3杯、はい、京都スタートで使ってんだ。あ、うん、友達がちょっと使わないんで、うん、まあまあまあ、まあ、前から 余るなら使うよって言っちゃったけど、うん、いざもう帰っとったらもう日にちねえし、日にちねえな、来ねえな。いやー、これね、普通に仕事してる人だったんで驚愕だよ、うん、10日まででって今5日だからね、うん。ちょっと遠いからあれかな、でも西なら、うん、あのコンピラさん、香川の、はい、あの辺ちょうどいいかなと思うね。でもコンピラさん行くんだったら琴平って取られて琴電になる。うん、あ、でもあの JR も取ってるじゃん。あ、そっかそっかそっか、うん、コンピラ寄って、その琴電という高松寄って、まあ、うん、一泊どっか岡山あたりで一泊して帰るのもありかなって。まあ、高松前で、でも琴平のあたりもまた隠れた道いっぱいあるから、八木市適当に散歩しといて見つけたうどん屋入ったらどこでもうまい。うちだから11年前の企画で行った時に、うん、は琴平で食べてるわ。琴平町とかで食べてる、うん、もう食べてる。今もや当時、もう値段見た時にハッともなったもんな。あの自販機のジュースぐらいの価格でなぜかうどんが売ってんね。あ、今はさすがに上がってると思うけど、うん、120円とか150円とかやろ、うん、うんってあのこれはそれはあの四国の人がこっちに来たら高いって言うわけや、うん。あとあれだね、あの俺四国出身の人が、あのまあ、大体香川と愛媛の人が多いんだけど、周り、うん、高知徳島はあんまりおらんな、うん、やけど誰一人として丸亀製麺使ってる人見たことがない、うん、そう、もともとは何だったっけな、わざわざ香川まで行って丸亀製麺食ってみたみたいな動画作ろう、丸亀市に行って丸亀製麺食ってみたみたいな動画企画
何も考えてなかったんか。で、丸亀市に入ったから、丸亀市ってあるの、じゃあ丸亀製麺食ってこうみたいなこと言ってたら、丸亀製麺がないのね。そこは行く前に調べないかんでしょ。丸亀市に丸亀製麺あるか調べないかんわ、それは。あると思ってんじゃん。いや、そういうパターンはないと思うんだよね。いや、2011年くらいの話だから。ああ、まあ、その時は、まあ、そうか。あると思っちゃうか。あと思い出して、その頃のうちの動画の撮り方を思い出して、何も考えてなかったよ。考えなさすぎや。うん、ああ行くぞ、橋で、なんか橋がある、渡れ、四国だーって。だからその時か、あ、別、そいつと一緒のやつなんやけど、別の日に、紀伊半島一周の旅っていう旅をやって、国道42号線をぐるっと回るっていう、御坊市から、紀伊の景色を見ながら紀伊半島を一周しようっていう、企画の間、ずっとなぜかことこさだけこれ逃したせいで、ドライブスルーな。そうかい、そうかい。あ、そうそう、そういうことか。中で食ってくのね。うん、そのつもりだったけど。あ、だとか、絶対に時間的にいいのか。なんかあんまりむしゃむしゃしながら撮ってもあれかなって。中で食うのめっちゃ久しぶりかも、俺。じゃあ、中でもうサクッと食べちゃったね。え、何年中で食ってないだろう。5年レベルよ。ああ、そうなんだ。うん、ドライブスルーしか全然使ってなかったわ。よくそのイオンのフードコートとかでもさ、そっちを食ってるよ、マックで。あ、フードコートだと結局イオン、あのマック以外に行っちゃうんだよな。スラキューとか麺類の方行っちゃうことがあるし、ご飯物の方が好きだからねっていうのがあって。じゃあ久しぶりに食ってきましょうか。いっさー。